こちらの会場で丸×クイズ大会を行います。正解された方には WWF オリジナルグッズが当たりますので、ぜひ振るってご参加ください。ただいまより丸×クイズ大会を行います。正解された方には WWF オリジナルグッズが当たります。参加される方はこちらまでお越しください。ではこれから丸×クイズ大会始めます。参加方法は簡単です。これからクイズを5問出しますので、クイズの答えが丸だと思う人は、縄の丸側の方にですね、右側こちらですね、でバツだと思う方は向こう側の方にお願いします。また間に合いますよ、早く早く来年ぜひ行きます。ではいいでしょうか。では始めます。第1問、アースアワーはオーストラリアで始まったイベントである、丸かバツかどちらでしょうか。すごい、移動してください。すごい、丸かバツかどちらでしょうか。さてどちらでしょう、丸かバツか迷っている方もいらっしゃいますかね。はい、それでは旗を上げてください。では正解を発表いたします。正解は丸です。アースアワーは一人一人の力を合わせ、みんなの気持ちがつながれば必ず温暖化を防げるという思いのもとで、オーストラリアで始まった毎年恒例のイベントです。丸を選ばれた方のみ残ってください。この方は残念でした。では第2問、今年のアースアワー大使はレオナルド・ディカプリオである、丸かバツかどちらでしょうか。じゃあお願いします。丸かバツか。はい、では旗上げてください。あら、結構向こうに寄りましたね、皆さん。それでは発表いたします。正解はバツです。今年のアースアワー大使は映画ファンタ
タスティック4やシンシティでおなじみの女優ジェシカ・アルバです。レオナルド・ディカプリオは WWF アメリカの理事ですが、アースアワーの大使ではありません。ちなみに、昨年の大使はスーパーモデルのミランサカーでした。バスを選ばれた方の皆さんを見てください。第3問いきます。アースアワーの呼びかけ人である国際環境 NGO WWF の本部はスイスにあるマルカ・バッカ、どちらでしょうか。お願いします方がこちらが丸側に来ていらっしゃいます。移動終わりましたでしょうか。では旗上げていただいてよろしいでしょうか。はい、では正解を発表いたします。正解は丸です。WWF の本部はスイスのグラスという場所にあります。 WWF は、スイスの、WWF インターナショナルを中心に50カ国以上の国々に拠点を置いて100を超える国々で地球環境を守る活動を展開しています。丸を選ばれた方のみ残ってください。続いて第4問いきます。 WWF のシンボルマークとして使用されているジャイアントパンダですが、その尻尾の色は黒である。丸かバツかどちらでしょうか。はい、出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。さてどちらでしょう。迷ってらっしゃいますか。皆さんバスの方に行かれましたかね。では旗上げてください。正解を発表いたします。正解はバスです。ジャイアントパンダの尻尾の色は白です。写真をご覧ください。白いですね。バスを選ばれた方のみ残ってくださいと言いますか、皆さんですね。すごいですね。はい、最終問題となります。これは少し難しいかもしれませんよ。第5問です。地球の平均気温は20世紀のわずか100年間で約 0.74 度上昇したと言われている。丸かバツかどちらでしょうか。どうお願いします。よろしいでしょうか。皆さん、よろしいですか。では、旗を上げてください。はい、正解を発表いたします。正解は、丸です。おめでとうございます。2名様だけでしたので、2名様の両面、こちら。